で、次はサバンナフルーってとこだよね。FFA。いや、しかしな、ベクターのサプレッサーの音ひどいな。外そっかな、これ。おお、もう始まってるし、結構。トップが270ポイント。ちょっと途中から入っちゃったから仕方ないけど、ではダブルキルして。このマップね、もう結構何回かやってるんだけど、このマップもなかなか入り組んでてね、面白いです。横から撃っていく。が、逃げられてしまう。左だな。こういったところにいる。リロード挟んで。テントの裏を警戒しつつ。あ、足音聞こえないんだよな。いないっぽい。あ、いた。いたけど、もう走り去っていった。あ、奥。いや、奥だけど、サブマシンガンの距離じゃない。おっと、出てくるか？ん？左？よし、この行っていく。あ、奥いるね。はい、ダブル。あー、で、赤点、奥に赤点確実にいる。ただ、これ、後ろも結構激戦区なんだよね。おっと、バレてたか。いた。後ろを取って、ヘッドしていく。肩ではないもの。いた！おー、負けた。ここが好きなんだよ、この場所。この場所が結構いい。あ、落とす、落とす。はい。キープしていく。で、真ん中？ちょっと覗いて、いるね、いるけど、うわ、遠いな。遠い、やめとこう。ちょっと遠かったです。降りてくるか。降りてこない。入って、いた！いた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 。おっと？危ねえ。ハンドガンで倒したらなんであんなに跳ねるんだ。入って右のところ。あ、いるいるいる、二人もいる。どっちかやる。もう一人、奥にいるやつ。リロードして。おっと、後ろか。あ、奥のやつにやられたか。はい、死にかけかな。出てるか。奥にいる。遠いかな。ちょっときついな。おーし。サブマシンガンの距離。これなんでヘッドショットになるんだよ。相変わらずのゆるゆるなヘッドショット判定なんだよね。はい。ヘッドショットしてもしなくてなんかあんま変わんない感じがするんだよ。おっと、後ろにいた。後ろ、先に拾ってから奥のやつをやろうと思ったけど、ダメ。壁抜きとかできんのかな。うわ、爆死したよ。さあ、右向いたとこにいる。必ずと言っていいほどいるとこ。押して、ドクロマークあるんで、一人やってくるかな。覗いて、キルイル、はい、一人。後ろからダブルキルして、さらに奥。弾がない。もっと男だ。キルイル、はい、キルして。さあ、こっからどうすっかな。あ、ちょっと待てよ。後ろ。あー、ダメか。ライフが削られていた。一人死に、もう一人死に。先にこっちやってから。ただテントの方にも人はいる。おっと、目の前。いや、今音で分かったよ。直感的エイムってやつです。こっちか。こっちあんまりサブマシンガン持っていくようなとこじゃないな。ささっと。あ、いるね、ここ。あれ、いない？当てが外れた。奥にいらず。だからヘッド当たった。ヘッドショットして。
いると思ったの。あ、痛い、痛い、痛い。で、左入ったところで、後ろから、背中を打っていく。あ、まあ、もう一人いる。はい、入ってきた。もう一人いる。マルチキルか。あ、奥にいる。テント左。そこから出てきたところを、サグッと、追い込んでいく。あー、いるね、左。あ、奥にもいた。くっそ。どうしよう。鉢合わせしたところを、テントして。ヘリロード挟んで、テントの裏を警戒しつつ。いるでしょう。赤点見えてる。ヘッドショット。あー、撃たれた。見えた、見えたけど。まあ、後ろだな。後ろ取って。取り出して。絶対肩だから、本当にはね。はい、ダブルキルして。まあ、今のがヘッドショットになんないのは納得ね。もう一人。あ、上登ったとこにいるね。はい、やつをやって。おっと、リロードか。外に刺していく。あ、近距離だとね、やっぱこの銃強いっすね。遠距離はもう割とどうしようもないっていう感じがあるんで。まあ遠距離戦いたいんだったら素直にアサルトライフル使いますか。でね、多分もう今日でベクターも終わりかな。来週はまた違う武器になるのかな。それちょっと楽しみですけどね。てな感じで今日ここまでです。以上です。